さあ、実験を始めようか。ビリビリ。ガダマウ。ん？なんだこれ。まあいっか。ん？なんだろうこの動物。もしかしてついてきてる？キュッキュール。キュッキュッキュール。あ、ねねちゃん。あら、ビルドさん。どなた？え？キュルキュール。いた。やだ、とってもかわいい。この子、お名前なんて言うんですか？この子、俺さっき会ったばっかりなんだよね。そうなんですか。へえ。ねえねえ、あなたのお名前は？あなたの名前はキュルキュールちゃんね。それにしてもこの子どこから来たのかしら。ねえ、どこから来たの？お家はどこ？キュッキュー。ねねちゃん、そんなにたくさん質問してもキュルキュールちゃん困っちゃうんじゃ。そうね、ごめんね、キュルキュールちゃん。じゃあ一つずつ質問するわね。チッチッチ。この声は？ねねちゃん、ビルドさん、あなたたち頭ついてますか？何よその言い方、感じ悪い。だってそうでしょ、動物に言葉が通じるとでも思っているんですか？それにたとえ言葉が通じたとしても動物は言葉を話すことができません。うん、そうだけど。そういえばビルドさん、ガラピコになんか言ってやってくださいよ。いや、ガラピコくんの言う通りだ。へえー天才物理学者にもわからないことはあるんですね。もうその話は置いといて、キュルキュルちゃんをお家に返してあげる方法を考えなきゃ。私の体を利用するのです。そうか、ガラピコくんの体を少し改造して動物の言葉を理解できるようにすればいいんだ。その通り。そんなことして大丈夫なの？大丈夫でしょ。さあ、実験を始めようか。ビビ、実験ですか？そう、実験だよ。成功したことは？成功も何もやったことないってことさ。ビビ。ああ。ビビビ。う。ああ。う。ふう。これでいいと思うよ。さあ、ガラピコくん、キュルキュルちゃんに話しかけて。ビビビビ、頑張ってみます。それでは質問を開始いたします。キュルキュルちゃん、お家はどこですか？キュー。ねねガラピコ、キュルキュルちゃん。なんて言った？キュルというところから来たそうです。え、じゃあどうやってここに来たの？キュル。なるほど、ねねちゃん、キュルと来たそうです。ビルドさん、これって実験失敗だね。ビビビビ。あ、やな予感。ビビ、異常発生、異常発生、異常発生。え、ビビビビビ。実験失敗どころか完全に壊れちゃったんじゃない？みたいだね。爆発したら大変だ。逃げよう。はい、逃げろ逃げろ。あ、キュルキュルちゃん、逃げるわよ。キュルキュール。ビビビビ。誰か助けて。ビビ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 。このお話は続きません。ビビビビ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。子供は他にも楽しい動画がたくさん